女子プロレスラーの朝日さんが21歳の若さで急逝したことを受け、元所属団体のアイスリボンが6日、公式 X で哀悼の意を示した。朝日さんは2017年に中学3年生で女子プロレス団体、アイスリボンからデビュー。昨年9月からアクトレスガールズに所属していた。アイスリボンはアクトレスガールズ朝日さんの訃報に接し、心が痛む思いです。 安らかにお眠りに疲れますよう、アイスリボン選手、スタッフ一同心よりお祈り申し上げます、と追悼した。突然の訃報に、同僚もショックを隠せず、前日には、アクトレスガールズの松井美佐が自身の X で、突然タックパートナーとの永遠の別れになりました。全然受け止められず、そのうちひょっこりまた現れてくれるものだとそう信じてしまうのです。さひ 私まだ朝日とやりたいこといっぱいあるよ、と呼びかけ。青の未来は大切な動機の仲間信じられないし、信じたくないです朝日ちゃんの笑顔が、朝日ちゃんとの試合が大好き、と綴った。朝日さんの訃報はいつか、所属するプロレス団体、アクトレスガールズから報告。亡くなったのは1日で、死因は、不慮の事故、と記された。 1>, 1月31日に朝日さんは X にアクトレスリングビーリベピー公演ありがとうございました。ユファは8月の後楽園ぶりの試合だったようです。うまくリードできたかな、楽しかったデスゼンピー公演を経て、朝日はアクトレスにいて何なのかいろいろ深く考えさせられました、と投稿していた。